行きましょう。いい眺めですね。あ、玉竜。気持ちよさそう。正気の谷の底ってどんなところなんですか？わからない。見つけた事実は積み重なるけど、天井の真実にはまだ届かない。マグダラオスはどうしてそんな場所を目指しているんだろう。この世には知りたいことが多いわね。私も知りたいこと、食べたいものだらけです。降りましょう。はい。だけど、やっぱり。相棒。慎重に行きましょう。
相棒。チケットっす。あ、チケットってなんだ。お財がたくさん取れるやつか。わかんないね。あまり使ったことないよ。本日も最初。あ、文字が取れた。あれは、レイギエナ。ワイルズ開拓に向けて、もう手は動かしておく。気球がまた落とされてしまいます。オリーはほぼ体験。なんとかしないと。オリーほぼ体験できると思うからね。その後はいろいろ付け替えなきゃいけない。この後はいつものように。そして攻撃回復を行って癒していく。だからソロ力がないという。本当の最後の方のラスボス、ラスボスの手前が大変なんだよな。まあ、マルチで行ってからな。いつも弱点は。おかけ。ライフはな。側から行ったらちょうど。あれは本拠地は知ってるけど、あえてこうやって朝もう場所に行かないとダメだ。
ファッションあれは一体いつつけるんだろう。今はつけてないのか。まあいいや、今はまだ長い時間ないから、その時移動しなくていいからね。奥はまだ全然行かなくてもいいんだけど、まだから見てる。なんかあった気がする。じゃないかもしれない。なんかここじゃない。じゃないよね。なんかの時に行けばなんかのあれだな。忘れた。ここにいるなんか僕が不足のだったかな。いや忘れた。なんかでここあれだけど、とは関係ないんだけど。お遊びはやる。そうそう。今防御力がたくさんあるからいいけど、この頃だと氷の属性は耐性上げてやるよね。こうしよう。ああこう手の装備とかのあれがあるからなってる。これは私たちが出会った飛竜種。おそらくここの生態系の頂点でしょう。
らんか。やばいやばいやばい、あ
ね。研究基地に戻りましょう。13章や。すごい。じゃあついに谷の最下層に行く時が。準備してから機団長さんと話しましょうか。